ウソップと決闘し、決別を告げたルフィたちはゴーイングメリー号を明け渡し、宿屋で過ごすことになった。そこへさらに不穏な知らせが一味にもたらされる。チョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられていなくなっちまったんだ。ごめんよ、俺が目を離したから。そんな中、突如として事件が発生。ウォーターセブン市長アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだ。アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコ・ロビンだ。お前らの仲間だろうが。アイスバーグの証言により、ロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受ける。一方、フランキー一家を束ねる棟梁フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに燃え、一味への復讐を企てていた。次こそ消してやるさ。さすがは1億の首、なかなか骨がある。さまざまな思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りて、ロビンを捕まえるんだ。オーダー受けたまわりました。市長襲撃なんて濡れ衣もいいとこだ。早くロビンちゃんを見つけ。くんくん、どうした、長。ロビンちゃん、ロビン、どこにいたんだよ。探したんだぞ。みんな、いいえ、私はもう、あ、ここでお別れよ。この街、何言い出すんだよ、ロビンちゃん。あ、そうか、新聞のことだろ。気にすることねえよ。俺たちは誰一人信じちゃいねえし、濡れ衣なんざ海賊にはよくあることだ。そうね、あなたたちには言われないんだけど、私にとっては偽りのない記事よ。え、私にはあなたたちの知らない闇がある。ロビンちゃん、何言ってんのかわからねえよ。ロビン、一緒に帰ろう。みんなにもよろしく伝えてね。こんな私にさよなら。ちょっと待てよ、ロビンちゃん。ロビン、さっきロビンちゃんが言ったことルフィたちに伝えに行くぞ。ロビンは俺たちがチョッパー、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。
奴らがアイスバーグさんを襲った一味か。急げ。見逃してくれる雰囲気じゃねえ。ロビンちゃん探さなきゃいけねえのに。アイスバーグ様、麦わらの一味め、チキシュロビンを捕まえるんだ。何もわからねえよな。ロビン本人が認めたんだ。あいつがアイスバーグを襲ったのは間違いない。ならロビンはもう一度アイスバーグを狙う。そこを捕まえるぞ。情報が街中に広がってる。むやみに動くわけにはいかねえ。シュート！ブルジャンプ！トリネポッポーセル！アドレイ！トリネポッポー！トリネポッポーセル！アジェンドアジトア！造船ドックの方はまだ静かだ。そこで情報を集めてみよう。トライ発進！トリネポッポーセル！麦わらの海ってのはどこだ？すごい！いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみてえに、目立つものを破壊すれば注意を引ける。私たちだけでも敵の注意を引きましょう。
騒ぎを起こせばいいんだな。ジョリーのためにもう頑張るぞ。死んでもここは通さねえぞ。よけ、邪魔すんな。あれ、世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人。なぜあなたがポーネグリフの存在を。俺は古代兵器プルトンの設計図を持っている。あなたが私の何を知っているの。それほどキラー政府に。じゃあなぜか。全てを捨てても叶えたい願いがあるから。願い。私を除く麦わら。そのためなら兵器も呼び起こし。構わない。古代兵器プルトンの設計図、そのありか。な、お前ら。そう、我々はサイファー。話を続けましょう。思慮深いあなたは、自分が殺される可能性。ここで興味深い事実がある。兄弟子はあなたで、弟弟子は、だが弟弟子は生きていた。あくまで仮説だったが。うりゃー、邪魔を。麦わらのルフィ。お前、船大工の。悪いが我々は急いでいる。ああ、来いよ。コリエポコートラセルコアトリチゴマルノコ。あれ、マギョコソー。心をしろ。まだロビットの話は終わってねえ。なんでこちらこんなに体かてんだ。それに、ハエ。それが超人的大義六式の力だ。我々 CP9 は皆得得している。気が済んだか。我々 CP9 は物心つい世界政府の重要任務を任される我々と、たかだか一。我々はこれから重要人物を探す。猫猫の島の外まで飛べる。行くぞ。あ、フフ